皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生のお悩み解決メソッドテーマについてですが、自宅レッスンの際の生活感の整理や区別どうしたらいいでしょうかというお話についてお伝えしたいと思います。自宅教室はですね、家族の空間でもあるのでなかなか難しいところですよね。特にレッスンしてるところとかがリビングだったりもしますからね、やっぱどうしても生活感っていうのは否めないところはあると思います。まあご家庭の事情と状況によってなんとか合わせていくしかないんですけれども、まあ、うちの場合には私と主人2人だけなので、まあ、子供がいて散らかすとかっていうことはなかったし、まあ、猫がね若干こう散らかすみたいなところはありましたけれども、まあまあそれでもお子さんがいてわーわーっていうタイプよりはまだ良かったのかなっていうふうに思いますね。まあ、なるべく物は少なくするようにして、あとは箱物を置いて、その中に入れてあまり物を外に出さないようにやったりとかもしてたりとかしました。とはいえやっぱり教室の道具ってね、結構ガチャガチャしてるの多いですよね。綿棒とかスケールとか、まあ、なるべく綺麗に入れたとしてもそれでもなんかガチャっとした感じはあったなっていう印象はありましたし、道具が多いですよね。特にお菓子とかだと型とかも、私はお菓子じゃないですけどちょっと変わった成形が多かったんで型とか結構たくさん持ってて奥の部屋に置いてあるんですけどね。だからレッスンの旅に出してくるような感じではありましたけれども、まあ、なるべくそうですね、まあ箱物とかに上手にきれいに整理して、もちろん使いやすいような状態にはしなくてはいけないんですが、見せる目に触れるあれを少なくするっていうのがまずは一つありですよね。であと呼ぶ方ですよね。だからそういうのが平気なって言ったら語弊があるんですけど、例えばお子さんが多いお宅だとそれぐらいそうなっちゃうよねみたいなのがおそらく理解できると思うんですよ。だからご自身が例えばハイソサイエティなこうね白金勢というかすごくこう綺麗なマンションに住んでて、ないしは一戸建てに住んでて、インテリアも海外のインテリア雑誌から出てきたような部屋に住んでいる方を呼ぼうとするとそれはちょっとやっぱり違っちゃうじゃないですか。だけど自分と目線が同じような、まあ、そういうお片付けとかも大変よねっていうのもお客さんには参るわけではないんですが、ある程度は理解してもらえる人をもともと集めていればそこまで神経質になる必要もないかなっていうふうに思います。まあ、ただどの方も基本汚いよりは綺麗な方がいいですよね。汚いって言い方は語弊があるか、ごちゃっとしてるよりは綺麗に整理されている教室の方がいいし、狭い空間よりは広い空間の方の教室の方がいいですよね。まあ、それも教室の付加価値になってきたりとかしていたりとかするかと思うんですけどね。うちの場合には私がマンションを買うときに庭付きのマンションが欲しかったので1階なんですけどもね、お庭が55平米あってお部屋が70平米という庭が ほとんど部屋と広さが変わらないという、駐車場もついてる庭付きの部屋があって、だからその窓を全面にしてるので多分部屋のこう狭く見えるっていうか部屋そのものの空間よりも外に広がってる空間が広いので、まあ、気持ちよくはなってるよねっていう、まあ、たまたまそれを自分のために選んだところが後から教室自宅教室開業になったっていうだけのことだったんですけど、まあ、そういうものが偶然にも持ってればラッキーっていうのはあって、まあ、なかったにしても何かテーマを決めて整理していくのがいいかもしれないですね。例えばハワイが大好きでハワイアンな感じのお料理とかを教えてますとか言うと、やっぱ装飾とかもねハワイアンな感じになっていくかもしれないですし、家族が OK してくれるかどうかは分かりませんけどね、はい、そこはね説得していくしかないですね。私も150教室ぐらい見て回ってますけれども、本当に千差万別ですね。もうきちんともう大理石みたいな感じのつっとしたスタジオみたいなご自宅みたいな方もいらっしゃったし、もう本当にもうアットホームだというか、一
一番衝撃だったのは床に座ってパンを作る教室が一回ありましたね。こたつじゃないんですけど、なんか膝っていうか座ってやるパン教室、椅子じゃなかった、一回ありました。おおみたいな。まあニラでこねてたかな、確か生地を分けて成形とか、あと論理とかそういうような感じでやってたとこなんですけどね。そこはねちょっとね初めていた時びっくりしました。はい、そんなお話もあったりするので、ご自身で一番やりやすいやり方で、対象の生徒さんが一番喜ぶようなインテリアとかになるべく近づける、まあ、そこまでかな、アドバイスできるのはと思いますけれども、ご参考にしていただければと思います。それでは。